奇跡の系譜をたどる歴代天皇一覧。天照大神の直系神武天皇から始まった天皇の系統は、我が国の文化伝統とともに受け継がれ、2670年以上続いています。この万世一系とも呼ばれる、世界的に見ても稀有なこのご存在をまとめてみました。初代神武天皇、日本神話の神々に連なる初代天皇、八皇を置いて家となす、つまり世界中の人々があたかも一つの家族のようにむつまじく暮らすこと、これを建国の精神としたいと、慈しみの心を持って正しく国を治め、我が国日本の基礎を築かれました。第二代水勢天皇、血氏八代と呼ばれ、危機に記録がほとんどない八人の天皇のお一人。第三代安寧天皇。第四代伊徳天皇。第五代光昭天皇。第六代光安天皇。第七代光礼天皇。古事記には息子二人による吉備平定の記事がある。その一人、吉備津彦命は桃太郎のモデルとされている。第八代光源天皇。第九代開化天皇、血氏八代記の最後の天皇、物の部氏との縁が深まる。第十代崇神天皇。古事記には崇神天皇が初めて天下を統一し、平和で人民が豊かで幸せに暮らすことができるようになったとある。第十一代水仁天皇。天照大神を祀る地を求めて、妹の大和姫の命を旅立たせる。第十二代景行天皇。大和尊の父、大和尊を九州に遣わして熊襲を討伐させる。その後蝦夷討伐をも命じ平定させた。第十三代政務天皇。国軍県村の行政単位を定め、国づくり県主を任じた。第十四代忠愛天皇。大和尊を父に持ち、皇后は三冠征伐を行った神宮皇后である。忠愛天皇は神のお告げを受けたが信じず避難した。その翌年急に崩御されたので、神宮皇后がその後70年間祭りごとを執り行った。第十五代応神天皇。この時代は船手開発、内政整備など大和朝廷の勢力が内外に飛躍的に発展した。論語千字文の封建をはじめ、渡来人や漢籍、儒学、工芸の輸入など大陸からの文化の流入が見られる。第十六代仁徳天皇。仁徳天皇の治世は仁政として知られる。食事時、民家のかまどから水煙が立ち上っていないことから、民が苦しんでいるのに気づいて6年間租税を免除し、その間は倹約のために宮殿の屋根のかやさえ吹き替えなかったという逸話、民のかまどは有名である。ただ一方で、皇后の嫉妬に苛まれる公職な天皇として人間臭い一面も描かれている。第十七代李忠天皇。諸国に文人と呼ばれる書記官を設置し、国内の情勢を報告させた。第十八代範睢天皇。李忠天皇の弟、歯並びが美しい美丈夫だった。第十九代胤禛天皇。
仁徳天皇の第四皇子で半世天皇の弟、諸子族の混乱を正すため飛鳥甘粕の丘にて聖者を判断するための呪術的な裁判法九形を行った。第20代安康天皇、兄が謹慎総監で失脚したため即位だが、皇后の連れ子に暗殺される。第21代雄略天皇、軍事力で専制王権を確立した。他、宋から受講業者らを招き、分散していた畑氏の民を統率して養蚕業を奨励した。第22代清寧天皇、生まれながらに白髪であったため白髪王子と呼ばれ、父の雄略天皇は礼儀を感じて皇太子としたという。第23代建造天皇、父が雄略天皇に殺されると兄と共に逃亡して身を隠し、長い間キューバの飼育に携わっていた。長く遍路で苦労した経験から民衆を愛する政治をとったと伝えられる。第24代仁建天皇、弟の建造天皇と共に逃亡して身を隠した。弟と好意を譲り合う。国中をよく治め、人民から天下は仁に帰し、民はその生業に休んじていると評された。第25代武烈天皇、日本書紀には非常に悪劣なる天皇として描かれている一方で、厳格な裁判を行ったとするなど矛盾する記事が並存する。第26代慶太天皇、応仁天皇の6世代後の傍慶子孫。武烈天皇が死んで後継者がなかったため、北陸地方から大和に入って皇位を継いだという。第27代安寛天皇、日本書紀によれば幼少の時期から器量に優れ、武威に長け、寛容な性格であったと伝えられる。66歳で即位。第28代宣化天皇、安寛天皇の実弟、人柄は清らかで君子らしい顔立ちをしていたとされる。第29代欽明天皇、在位中に仏教が伝来したとされている。また未満な日本府が滅ぼされ、その復興を願いながら亡くなったと言われている。第30代美達天皇、滅ぼされた未満なを回復しようとしたが不成功に終わる。仏教を受け入れるかどうかで対立は生じた。美達天皇は仏教禁止令を出させたが、この争いは次の世代に持ち越された。第31代陽明天皇、仏教を重んじ実質仏教を公認。それが後の推古天皇以降の仏教隆盛につながる。聖徳太子は陽明天皇の第二皇子。第32代崇祯天皇、宝光寺や四天王寺などの造寺事業を積極的に行った。蘇我の馬子が大臣となり国政を左右したので馬子を除こうとしたが、逆に暗殺された。臣下により天皇が殺害される唯一の例。第33代推古天皇、頭脳明晰な人で皇太子と蘇我の馬子との勢力の均衡を保ち、豪族の反感をかわぬように巧みに王権の存続を図った。公正な女帝の治世のもと、聖徳太子はその才能を十分に発揮し、官位十二階十七条憲法を次々に制定して法令組織の整備を進めた。小野妹子を隋に派遣した。第34代助明天皇、先代の推古天皇は後継ぎを決めず崩御されたため、即位にあたって朝廷が紛糾した。最終的に蘇我の恵美氏の指示を得て即位し、岡本の宮に入った。
最初の遣唐使を送った。第35代光玉天皇。いにしえの道に従って祭りごとを行った。在位中は蘇我恵美氏が大臣として重んじられ、その子蘇我入鹿が国政を取った。光玉天皇は弟に好意を譲った。日本史上初めての上位。第36代光徳天皇。仏法を尊び神道を軽んじた。大化元年から翌年にかけて各分野で制度改革を行った。これを大化の改新と呼ぶ。この改革により豪族を中心とした体制から天皇中心の中央集権国家を目指した。またこれより日本という国号と天皇という称号の使用が始まったとされている。都を飛鳥から摂津に移した。第37代斉明天皇。光玉天皇が長祖して斉明天皇を名乗る。一度退いた天皇が再び即位する長祖はこの時が初めてである。対外政策では蝦夷地を平定、白村江の戦いでは唐と新羅の連合軍に敗北した。第38代天智天皇。中野大江の王子として知られる。中富の鎌足とクーデターを起こし光徳天皇を即位させる。自分は皇太子として大化の改新を行った。白村江の戦い以後は国土防衛の政策も行い、行政機構の整備や日本最古の全国的な戸籍を作成した。また日本で最初の水時計を作ったと言われている。第39代光文天皇。天智天皇の後継者として統治したが、壬申の乱において叔父大天の皇子後の天武天皇に敗北し、治世はわずか1年足らずで即位したかどうか定かではなく、大友の皇子と表記されることも多い。続く。